稲妻が僕を責める。え2024明治安田 J2 リーグ第6節ブラウンブリッツ秋田対清水エスパルス。ごめんなさい、拍手できないので失礼しました。はい、いやーついに、3連戦最終日ということで、はい、本日は愛さで、ブラウブリッツ秋田を迎えての決戦となります。はい、まあこの3連戦ね、私水曜日の福割含めて、大分千葉と、観戦しに来ましたけれども、まあ本当にね、福割のね、あの勝利はね素晴らしかったですよ。はい、もうエスパルスサポーターが3000人も押しかけて、そんなに押しかけたんです。まあ全体的な入場数が1万4000ちょっとかな、はい、っていったところで、まあ千葉の、今季の最多入場者数を超えたらしいんですけれども、まあやっぱりね、この良かったなと思うのは3連戦アイスター、福割アイスターということで、まあ、非常になんていうか清水からすると行きやすい、千葉で言えばもう十分日帰りで帰れるような距離ですから、まあこれがもし本日は秋田でアウェーってなると、さすがの清水サポーターもさ、なかなか秋田行きにくいので、はい、まあそんなところでね、景気よく今日も一発かましてやって、まあ、一発二発三発とかまして、勝利をもぎ取りたいなと、応援してまいりたいと思ってます。まあいつも恒例ですけど、ブラブリッツ秋田、名前の由来わかりますか？はい、ヒントはですね、私実はもう言ってるんですよ。わかります？私もう言っちゃってるんですよ。わかんない。青い稲妻が、そうなんです、青い稲妻なんです。ドイツ語でブラウブリッツは、はい、青い稲妻という意味らしいです。そうなんですよ、なんかピント分かってくれるかなと思って。そうなんだ、はい、まあね、私のこの進行は台本なんか一切ないので、はい、まあ、ちょっと小ネタは考えたんですけど、まあ、それはいいとして、ブラウブリッツ秋田は、私は去年から、去年から始めてスタジアム観戦してますけれども、去年の6月の終わりかな、ブラウブリッツ秋田、その試合が初めて観戦しに行ったんですけど、アイスタで、残念ながらその試合は1対0で、まあ、敗れました。まあ、私が初めて観戦した試合で初めて、ホームでの敗戦を見るというですね、まあ、ホームで敗戦というか、去年からその前に群馬でホームで負けてますけれども、まあ、非常にねショックだなというか、かなりシュート数浴びせたんですけれども、最後チアゴサンタナがポスト叩いたシュートとかもあってね、いやなんで入んないんだろうなって、20分ぐらい確か打ったような気がするんですけど、残念ながら後半1本取られて、はい、その試合は負けたということで、まあ、本日はね、前節の千葉同様、去年は千葉には、1分け1敗だったんですけど、まあ水曜日の試合に勝てたということで、ブラウブリッツ秋田も同じく2023シーズンは1分け1敗で勝ててない相手なので、今日はもうそこで勝って、今シーズン J1 昇格まで J2 優勝を向けて一気に、駆け上がっていきたいなと、はい、そんな風に、思ってるんだと思います。まあ、秋田というとですね、すごい J2 の中でも、まあ、J リーグ通してだと思うんですけど、非常に特徴的なチームでありまして、まあ、ご存知の方、サッカー好きな方だったらご存知だと思うけど、ブラウブリッツ秋田はほとんどパスをしないんです。まあ、もちろんパスしないことは全くないんですけど、去年のデータだけで言えば、パスを使った率というのが、確かに20位ぐらいだったかな、かなり少ないんです。その代わり多いものはクロスですね、はい、サイドからボールをゴール前に上げるということで、かなりクロス数が多い。つまりこれは何を意味しているかというと、もうとにかく前へ前へボールを運ぶ、ゴール前にボールを運んでロングボールとかを多用して
そこを拾ってどん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 シュート仕掛けていくと、まあ、シュート数がそんなに多いチームではなかったと思うんですけれども、まあ、データ的なところで言えば、ただ結構シュートというかゴール前まで行ってくるんで、当然ロングスローも使います。なので清水の、近いピッチでスローインを渡してしまうと、もうコーナーキックのごとく、ロングスローをボールに、ボールをゴール前に叩き込まれるので、その辺は注意しなきゃいけないかなと。まあ、去年の言ってみれば町田と一緒ですよね。まあ、町田をよりなんていうか、そういったなんていうんですか、ゴール前ゴール前に意識させたようなプレーなのかなとは思うんですけれども、まあ、とにかく経路が違う相手というのはなかなか警戒しなきゃいけないかなと思っています。特に関節の長崎戦ではロングボールを使われて、まあ、敗れた。その点大分戦千葉戦修正はしてきているので大丈夫だとは思うんですけれども、まあ、そういった相手に対してもしっかり勝ち上がるということが今シーズンのリーグ上位進出、J2 優勝と J1 昇格につながっていくんじゃないかと思ってます。はい、ではここからはですね、去年までエスパルスで、まあ、レギュラーなりサブなりで出ていて、なおかつ J リーグに残っている選手についてちょっと言及したいと思います。まあ、神谷雄太なんかは韓国に行っちゃってて、韓国のサッカー事情は私もよくわからないので、まあ、事情とかそもそもそんなに詳しくないからわかんないんですけれども、まずはですね、そうですね、清水で去年活躍してくれた選手で、今も J1 に移籍して、出場して、コンスタントに出場しているのが、岸本武選手、それから中山勝弘選手ですね。まああとは絶対的なエースチアゴサンタナですね。はい。まあこの3選手は J1 でも出場機会を、確保できてます。まあ、岸本選手なんかは特に先発でガンバ大阪で出場して全試合60分以上出てたかな確か。で中山選手は名古屋グランパスですけど、まあ、名古屋ちょっとなかなか厳しい中でも、まあ半分ぐらいは出てたかな、はい、と思います。でちょっと心配なのがチアゴサンタナですね。まあ、おそらくかなり浦和側も期待があったと思うんですけれども、まあ、浦和のチーム自体がなかなかうまくいってないのかなといったところで、ちょっとサンタナ自身イライラしてるかなっていうのが見て取れて、なかなか清水時代にはそんなサンタナ見なかったんですけれども、まああるね、清水のサポーターからすると、いや清水帰ってきてこいよとかっていう声もあったりする一方で、まあ、本人が決めたことですし、まあ、そもそもね、我々で今活躍している選手たちを応援するっていうのがやっぱ筋と言っちゃなんですけれどもっていうのがあるんで、うん、まあね、そこはね本人が決めたことですよね。まあ浦和といえば J リーグの中でも強豪のチームですので、まあ、そこはね新天地でね、粘り強く頑張ってほしいかなと。であと清水にまだ所属しててレンタル移籍で出ているオセフン選手ですね。彼は町田に行ったんですけれども、まあ、町田というと韓国人のフォワードとか代表フォワードかな、なんか集めてて、まあ、そういった韓国人系のストライカーとかが欲しいのかなという印象ですけど、オセフン選手はすごく親戚的なんですよね。去年久々にゴールした時にサポーターに向けてっていうことですごい熱いね、コメントをね、熱いというか、まあ、丁寧なコメントをねしてくれててね、人柄の良さっていうのは伝わってくるんですけれども、まあ何せ町田ですからね。まあ多くは語らないですけど、実は町田の J1 の最初のゲームの時、よくハイライトってキックオフから始まりますよね。さあ、試合が始まりましたっていうハイライト、実はハイライトで、町田の選手がガンバ大阪の選手に開始 1,2 秒でドカーンとぶつかってる選手がいるんですけど、なんとそれオセフン選手なんですよね。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、まあなんて言うんでしょうね、
清水の選手のサポーターからすると、まあ、おセブンの良い人柄っていうのは分かってるんですけど、まああえて言えばそういうチームコンセプトなのか分かんないですけど、激しくいくっていうのが、激しくっていうかちょっとあれはないだろうなって、まあ、もちろんね町田ばかりなんか必要以上になんか悪いところが悪い記事出たりとかしてるのはあるのかもしれないんですけど、でもなんかそういうのが積み重なっていろんなもの見てるとみたいなところはあるんですけど、はい、まあ、おセグン選手、頑張ってください。ということです。はい。で、まあ、あとはですね、清水のセンターバックで活躍してくれた鈴木義則選手ですね。彼は京都サンガに行ってますけれども、ちょっと今シーズン残念ながらまだ出場機会がないようですね。ちょっとベンチ入りもしてたかとか、わかんないですけども、ちょっと構想外と怪我とかになってなければいいなとは思うんですけど、あとは、同じくセンターバックの井林選手ですね。彼は J2 の鹿児島に移籍しましたけれども、まだ出場機会が1試合あったかなぐらいなんですね。うん。まあなかなかどうなんですかね。その辺は、彼もいい年ですから、やっぱ鹿児島も若手の選手多かったと思いますので、なかなかやっぱ、厳しい競争があるのかなという気がしています。で、あと、もう一方。あ、そう。まあ、清水のミスターエスパルスも言っていい竹内涼選手ですね。彼は今、首位の、はい、ファジアの岡山にいます。まあ、岡山を、から声をかけていただいて、まあ、J1 昇格、初の J1 昇格をということで、まあ、岡山に行きまして、まあ、その、まず残念ながら竹内選手の出場機会って生まれてないようですけれども、まあ、彼らは今ファジアーノ岡山は1位ですので首位ですので、まあ、当然、清水とは確か来月だったかな、まあ試合はありますけれども、まあね、元清水の選手たちね、はい、いろいろ調子のいい選手もいれば、ちょっとまだこれからだぞっていう選手もいますけれども、まあ、J2 に残った方々は清水戦はあまり頑張らなくても大丈夫です。はい。
デザインを作る共同者選挙、本日の両チームメンバーの紹介でした。ちょっと動揺してる。なんか違う。前に行けてない。ねえ。おい、引っ張った。ダメですよ。オッケーオッケーオッケー。なんかあれだね、ちぐはぐだね。でも冷めた。よしよし、よし、よし、チームだ。はい、元気だからね。
とにかくまず1点だよ。その動揺を収めるように1点だ。おっと、ああ滑った。オッケーオッケーオッケー、レオ痛い。おっ、ああ、コーナーコーナー、おし、いけいけ。よし、よし、よし、いけ、ブラナシュート、あー、お、まだ、まだ、あったのか。ね、こっち側で得点が見たい。見たい。お、おお、おお、やったー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 、いや、あのクロスがね、ポスト跳ね返った時にはどうなるかと思ったけど、北川小屋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 。おお、ああ、よし、ああ、いや、いや、ほら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 、さよなら、集合だね。ああ、ちょっとね、いいに抜けたあたりだからあれだったけど、ちょっと、持ち直したね。ね、ちょっと軽々してたおい、おい、おい、なんで、大丈夫か？大丈夫か？ピンキン。もう見つかった影響ですけど。痛そう。これ結構の音だよ。ほら、大丈夫。まず、まず、まず痛そう。やめろ、やめろ、やめろ。よし、よし、よし、いいよ。オッケー、オッケー。おし、いいぞ、よく見えてる。おし、おいい展開。ここが効いてるね、前半から右サイド。お、切り替える。 OK、 ナイスナイス、いいよ。
でもサッカーやるスキルであるのかどうかで、まあまあ